仏像のカタログが届きましたので、皆さんと一緒に見ていこうかなと思います。慈悲の心、もう召喚音像ですね。これは召喚音、十二尺召喚音、2メーターちょいありますね。でこれは、これも召喚音か。結構作りが細かくていいですね。うん、これもそうですね。よくお寺に行くと召喚音像っていうのがございますが、どうでしょうかね。このカタログに載っているタイプのものは見たことありますかね。僕は見てないですね。こういうの、この形のやつは見てないですね。でこれが地母観音像。地母観音っていうのはその子供ですか。これ子供をあやすお母さんみたいな感じで、慈悲の心が強いのかな。でペット観音とかいろいろありますね。で馬頭観音、これが、白衣観音像、千獣とかいろいろありますね。魚卵観音っていうのは何でしょうか。魚、よく知らないですね。それは、あ、このお年寄り、お年寄りがくっついてるのは見ます。まれにあのボケ封じ観音って言ってたまに置いてありますね。もうこれが座ってるタイプのもの、なかなかいいんじゃないですか。かっこいいですね。これもなんだ、召喚音、これが大日如来、そして地蔵菩薩。あ、これもよく見ますね。必ずと言っていいほどお寺に行けばありますので、この地蔵菩薩、ポピュラーなやつ。これがおそらくあの六地蔵なんでしょうね。六体あって、それぞれ地獄の種類、六道っていうのがあって、それぞれの世界を救ってくださるタイプの地蔵さんですね。これは何だろう、これ水子か。子供がくっついてますので水子ですね。これも六地蔵ですね。持ってるものが違うんですよ。手に数珠とか、その絵ごうろとか尺状、あと合掌してるものと宝珠とかいろいろあるので。そして祖師像、親鸞上人、浄土真宗ですね。これもよく見ます。あー、見ますね。見たことある。この傘かぶってるタイプの方がよく見ますね。で、これ子供の頃かな。松若丸っていうんですか、幼少の頃の親鸞上人。でこれが、日蓮さんです。有名ですね。誰でも知ってますね、日蓮さん。で、え、真に親鸞上人の嫁でしたっけ。でこれ法然上人、
静止丸っていう子供の頃のやつです。増上寺で見たことありますね。稚児大師像と弘法大師像、これも有名な空海です。これもよく見ます。ああ見ますね。これが法然か。そして二王像、金剛力士像、阿行と運行でだいたい門のところに立ってるやつです。でこれが閻魔大王か。よし、これが天、四天王です。道頂天、多聞天、時刻天、項目天、有名な四天王像。ああ不動明王、皆さんご存知の。仏教を知らない方でもこれは知ってるんじゃないかと。不動明王ってすごい有名ですから。でこれ三尊像、聖鷹童子と金剛童子と不動明王。これはなんだよくわからない、なんとか明王像、僧侶、剣になってるやつですね。目黒不動で見ましたね、剣のやつは。この三尺の座像を見たことある。釈迦如来像と阿弥陀、これは如意輪観音像です。釈迦、阿弥陀、東と西のやつがある。で後輩のないやつと、あとはこれはなんだ、これも阿弥陀ですね。蓮行大師、最澄、びんずる尊者。最澄の仏像って少ないんですよね、なぜか天台宗の。これが聖徳太子と稚児大師像、幼少の頃で、これはね誕生物、月光菩薩、日光菩薩、弁財天、弁天さん、七福神かこれで、大日如来、静止菩薩、両方大日っぽいけど。あ、お掃除小僧、これ池上本門寺にありました、覚えてます。なんかこれ天水鉢で、だるま大師、涅槃、釈迦涅槃、岸門神、見たことないな。蔵王権現、これは獅子か、鹿とかなんかいろいろ。鳳凰、これも蔵王権現と阿修羅。これは誰だ、名前書いてない。これさっきのあの聖鷹と金剛童子、これも誰かわからない。ああこれなで牛、神社によくあるやつです。で狛犬で、これなんだ、作り方ですかね、こうやって作るんだよと。で終わりですか、これ十二尺召喚の終わり。皆さんもよかったらこういったものを取り寄せて見てみるっていうのも面白いんじゃないでしょうか。ありがとうございました。